今回ご紹介の一本は、今年の2016年のリミテッドモデルですね、61年のストラトキャスターのレリックモデルです。なるほど、まあ、基本コンセプトはもうヴィンテージです、うん、ただそのモダンな演奏性は保てるように 9.5 ラディアス、まあ、R が浅い仕上げにフレットサイズはまたミッドジャンボじゃなく、ジャンボフレット6100番サイズのネックになってますね、うん、もう一見してゲイリムマンのストラトそうですね、もうとにかくもうこのカラーがすごく美しくて、フィエスタレッドのただまあ色がすごくこの赤みが絶妙な、本当にもうかっこいいものですね。いや綺麗ですよね。ね、なんかね、チャーミングなギター。ピックアップはですね、テキサススペシャルなんですけれども、ハンドワンドになってますね。うん、なるほど。なんかこう、渋くん弾くなみたいなギターね。まあクリーンだとまあそうでもないかも。ちなみにそのテキサススペシャルのキャラクターとして、うん、まあボリューム感が強くて、かつまあなんでしょう、鋭いトーンというかこうゴツッとしたパワフルなサウンドが特徴ですけど、うん、まあこのハンドワウンドにすることで、まあサウンドの特徴としてすごくバランスが取れてるので、ブリッジピックアップからネックピックアップまですごくボリュームバランスがいいんですよね。なるほどなるほど。これフロント。本当だですね。ちなみにトーンコントロールも一番手前のトーンがネックとミドルトーンになってます。うん、あれ元々はどうなんですか？通常はネックのトーンとミドルトーンなんですけれど、このモデルはこのネック、うん、ミドルのトーンになってます。あ、両方に共通すると。はい。なのでブリッジが単体でトーンがついているので。ですか、はい、なるほどなるほど、そっかそっか、あ、ほんとだほんとだね、あれこれは関係ないですね、ハーフトーンは関係ないってこと？ハーフトーンの場合はもう両方に効いている状態ですね。俺でもさ、あ、そっかそっか、いいのか、ごめんなさい、あ、ほんとだ、そうでした、ごめんなさい、なるほど、いろいろまあ音作りもあれですね、いろいろできるところですね。ブリッジをもうちょっとマイルドにしたい方はまあ直接もブリッジだけをトーンコントロールすることができると、うんうん、なるほど、優秀なストラトですね、これも。そうですね、もうとにかくもうハードに弾いてほしいっていう一本ですね。もうカラーからもうまあ、ね、もうそのイメージになっちゃうんですけれどもこういう色のギターを持って地味に弾くやつはもうちょっと許せんよねそもそもがね本当にもうハードに使っていただきたい、もう、はい、太いストラトといえばもうこれを一本お勧めしたいので、ぜひですね。ネックも立派ですね、なんかね、いい感じでした。